今日は神宮寺ゆうたについてジャーニーさんが話すみたい。私は所沢に行ってくるけどね。バイバイ。ちょ待てよ、ちょっとゆうたちに話を聞いてほしいんだけど。いいよ。超人気アイドルグループキンプリの神宮寺ゆうたいるじゃない。いるね。その現役にしてすでにレジェンド級国民的スーパーアイドルグループキンプリの神宮寺がね。待って、神宮寺以上に伝えたい部分の情報量がすごい。そう、しらじらしいな、じじい。今や名実ともにキンプリはジャニーズの頂点トップグループだもの。嵐が休止してラッキーな感じは否めないけどね。次世代を担うのはキンプリよ。私の目に狂いはなかったわ。で、そのキンプリの神宮寺がどうしたの？そうそう、神宮寺がね、冬場の食器洗いに詳しいのよ。トップアイドルにしては極めてクソみたいなジャンル。ほら、冬って水が冷たいから触るの嫌じゃない？まあそりゃそうだけど、お湯で洗えば済む話じゃん。神宮寺はもっと大きな地球規模の視点で食器洗いを捉えててね。おお、さすが次世代のエース。どんな風に？洗い流す水がもったいないから、お皿を舐め回してピッカピカにしてるのよ。あとスポンジの使い方にもこだわりがあるみたいで、洗剤をつけずにお皿をこすった後にスポンジごと吸収する勢いで吸い込むんだってさ。エコだよね。どんな大きな視点かと思ったらミジンコみてえに小せえな。おい、ちょっと待って、ユウさっきジジイって言った？いや、突っ込むの遅っ。